プラセンシアは、スペインエストレマドゥーラ州、カセレス県北部のムニシピオ、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路に含まれる、ビアでラプラタ都城にある。県とカセレスのおよそ北8 3トルにある。ポルトガル国境まで、約7 0トルほどである。イエルテ谷の終わりにあり、イエルテ川が流れる。温暖な大陸性気候で、 夏は暑く冬は暖かい。一年の最も寒い月には最低気温摂取0度を記録するが、反対に最も暑い月には最高気温摂取40度以上になることもある。県内の多市町村より暑い気温が記録されることはいくらか少ない方である。この地方の気候は、イエルテダニと近郊のグレドス山脈に非常に影響を受けやすい。一方で気温を温暖にし、 イベリア半島の他の場所のように極端になることはない。雨季は、豊富に雨が降るが、年間降雨量は800ミリメートルから1000ミリメートルの間で、夏季には、水不足となる。伝統あるプラセンシアの史上16世紀に描かれた、プラセンシア・カスティーリャオ・アルフォンソ8世は、1186年に、イエルテ・川岸の都市要塞として、プラセンシアを作った。 1196年、ヤークーブ・マンスール率いるムーア軍によって落とされ、1年後にカスティーリャが奪還した。1198年以降ある城壁は7つの塔、8つの門、最北端にある最も高いアルカサルを誇る。1941年に集合住宅群へ向かう、道を作るために壊されたアルカサルを除いて、城壁のほとんどが残っている。 旧市街の見どころは、800年以上後も残る、プラサマヨールの市場である。市ができた時から、毎週火曜日に行われる、無税の市場である。この市場を開く権利は、カスティーリャ王から、その他の特権当時知見を授けられた時からあるもので、ある。アルフォンソ8世の要請によって1189年、プラセンシアは、ローマ教皇クレメンス3世により、 司教座都市となり、そのすぐ後に、ロマネスク様式の大聖堂建設が始まった。工事が終わったのは18世紀で、建築様式の流行は、変わりシック様式の要素が新郎へのアーチ、南側で入り口のバラ窓、城壁と接する東側回廊に付け加えられた。結果に全く満足しなかった15世紀の司教座は、古い大聖堂を廃して同じ場所に、 ゴシック様式の大聖堂を建てることにした。工事は1498年に始まり、16世紀には当時のルネサンス要素が東入り口や聖火堆積に付け足された。一方で地元プラセンシアのプラテレスコ様式も付け加えられた。18世紀まで工事は続き、新大聖堂の内陣と高佐郎だけが終わったところで、 奇妙な結果を残し計画が放棄されてしまった。プラセンシアは長く王家の直接支配を受けたが、1442年に、不安二世によって特権を廃された上で、スニガカに与えられた。この措置が、地元貴族と多数を占める、住民全体の反対を招き、15世紀後半を通じて、定期的に反乱が起きた。王家に対する、この反抗的な土地柄から、 1475年に、プラセンシアで、カスティーリャ女王を戦勝したフアナラ・ベルトラネー派が、野心的な隣国ポルトガル王アフォンソ・ゴセイと結婚式を挙げた。トロの戦いで、フアナラ・ベルトラネー派側が敗退すると、カスティーリャ女王となった、イサベル・一世は、プラセンシア貴族の邸宅の塔を取り払い、彼らに代償を支払わせた。1488年に、 特権は復活した。しかし、コルテスにおいて、意見を述べることはできなかった。プラセンシアは、カセレス県北部の事実上の中心地であり、経済活動の63%が商業とサービス業である。サンティアゴ騎士団、アルカンタラ騎士団が、プラセンシア周辺に報道を持っていたため、多くの協会が建てられた。ありがとうございます。